我还有，啊嘞，なんだ、ここにいたのかよ。もうこんな時間ですか。朝ごはんの準備を。あ、いいよ。適当に食うから。また具合悪いの？昨日の夜から。誠くんは？部屋にはいなかったよ。俺はてっきりみんな一緒にいるんだと思ってたんだけど。誠いないの？出かけたんじゃない？最近おかしくない？何も言わず出かけること多いし、なんか心配だな。俺探してくる。寝てなきゃダメです。大丈夫。すぐ帰ってきますよ。わかりました。あの人に突然呼び出されることはよくあるが、月長官に呼ばれたのは初めてのことだ。もしかしてミスターの正体を知らない彼らに僕を会わせようとしているのだろうか。それならそれで。君の声、君の手のぬくもりが今お胸に忘れない。今もまたあの日々が蘇る。ここの日だまり、二人だった青い季節を抱きしめてた。白い花が小さく咲いたよ。僕らの孤独という名の涙に離さない。君の手をその涙この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。用件は分かりました。ということは体調を崩して寝ているアゲハ君以外みんないないということですね。そうですが、何か？ここに呼ばれるぐらいだから、てっきり。というか、なんで隣に？ダメですか？いえ、ちょっと。私は意外と落ち着きますけどね。正和は出かけてしまったし、まあいつものことですから。本来なら私が誠君を探しに行きたいところですが、先ほど言ったようにアゲハを残していくことはできない。知ってますか、私にも仕事というものがあるんです。その割にはここに来るのが早かったですね。電話でも済むことじゃ。月長官に来るのは嫌ですか？いや、まあ。あ、私としたことが、お茶も出さずにすいません。いえ、お構いなく。そうですよね。じゃあこれ、誠君を探す途中で飲んでください。お願いできるのはあなただけです。お待たせしました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お一人様ですか？あ、いえ、待ち合わせです。お待たせ。今日
今日の合コンメンバーなんだけど、なんとあの某有名ファッション雑誌の読者モデルです。いらっしゃいませ。ご注文は？これ田村君と同じので、あ、これコーヒーかな。コーヒーとあとシュークリームください。はい。田村君。何？どうしたの？いつもなら真っ先に合コン相手チェックするのに。あ、もしもし、真帆ちゃんは？まだ何も連絡ないのかな。真帆ちゃんって。わかった。悪い宝だ。俺、真帆ちゃん探してくるわ。え？田村君。私近くのカフェでバイトしてるの。ひよりさん、こういう格好好きかな。さあ、あれ今日相方、相方アゲハ、あんたたちいつも一緒じゃん。そうだ、これよかったら遊びに来て。じゃあね。ただいま。おかえり。これ買ってきました。ああ、ありがとう。材料買ってきてくれって頼みましたよね。店長、普通のケーキばっかり作ってても楽しくないでしょ。いや、普通のしか作れませんから。店長、そんな大きな体してあんな繊細なケーキが作れるんだから、もっと自分の腕に自信を持っていいと思います。そうかな。そうですよ店長。いや、店長っていうのをやめてもらえませんか。だって店長は店長じゃないですか。繊細か。コーヒーのおかわりいかがですか。お願いします。まこと突然いなくなったりしないね。そんなことあるわけないじゃないですか。そうかな。一緒に暮らしてて誠のこと分かったつもりでいたんだけど、本当は何も知らないんじゃないかって最近思えて。ねえ清井。これからもずっとみんな一緒だよね。当たり前じゃないですか。家族ですから。誠もそう思ってるかな。あ、すいません。野上誠、16歳。早急に所在を知りたい。確認できたら連絡くれ。顔写真等の詳細データは先ほど送っといた。ありがとうございます。全ての案件を後回しにして最優先事項として処理しろ。あんでここまでやってるんだ。何も分かってなくて、僕ショックだったんです。彼の女性関係は全て把握してると思ってたから。あんまり思い詰めない方がいいですよ。いらっしゃいませ。
一緒にケーキもいかがですか？は？いや、コーヒーだけで。何緊張してるんだよ。一人でこういうとこある。初めてだから。そうなんだ。田村君、誰なんだよ、まこちゃんって。わかった。その喫茶店にいるんだな。すいません。いらっしゃいませ。お一人様ですか？あ、はい。どうぞ。田村くん、いないんだよ、まこちゃんが。え？お待たせ。今日どこでやんの？悪い、俺今日合コンパス。え？この絵、まこちゃん見なかった？見てないけど。え？どうかしたの？いなくなったんだよ。行きそうな場所は全部探したんだけど、もし見かけたら携帯に連絡くんない？うん、分かった。頼んだぞ。意外だ、合コン以外であんなに真剣になるなんて。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。トマトジュースある？ないわよ。え？普通あるんじゃない？普通ないでしょ。あるよ。ないですよね。え？あるんじゃないかな。普通ないですよ。まこちゃん。はい。ちょっといいかな。普通ってなんだろう。普通とか普通じゃないとかどっちでもいいんじゃないかな。僕は普通がいいです。普通に家族と暮らしたい。今は家族と一緒じゃないの？一緒に暮らしてる人たちはいますけど。え、じゃあ君たち朝からここで踊ってんだ？コンテストが近いから。あー、そうなんだ。あ、ちなみに目がクリッとしてて髪の毛が黒くって、なんかいつも思い悩んでる感じで、まあ俺の次の次くらいにかっこいい感じの子見なかった？そんな感じの子だったら。え？今ので分かったの？あ、